いただいたパイなの。これはバナナの葉を煮詰めて作ったジャムが入っているパイなんだって。この中目黒で買った香り高いデカフェのコーヒーに合いそうだね。うん、その中目黒で買った香り高いデカフェのコーヒーに合いそうだね。あ、蔵前のコーヒーショップで買ったボトルに入っている青山で買ったお花が少し元気がないみたい。本当だ、蔵前のコーヒーショップで買ったボトルに入っている青山のお花がしおれかけているね。後で代官山で買ったお花の栄養剤を入れておこうかな。うん、代官山を入れておこう。で、代官山はこの小さなボトルに入るわけがないでしょ。あ、そうだそうだ。ん？下着に穴が開いてしまってさ。あら、大変ね。持っている3枚のうち破れたのはその1枚？うん、3枚すべてさ。そういえば昨日、フィンランドで作られたブリキのゴミ箱の中に2枚ほどパンツが捨ててあったわね。うん、パンツは池尻のオーガニックコットンアンダーウェア専門店で買うって決めているから、今日はノーパンで過ごそうかな。そうね、駅ビルに下着を買える店はあるけれど、そこで買い物をするくらいならノーパンの方がいいに決まっているわね。うん、早速ノーパンになろうかな。うん、ちょっとノーパンになってくるね。うん、ノーパンになって、究極の自然派っていう感じでとっても素敵だと思う。気持ちいい。おかえり。今何かを隠していなかった？何でもないんだ。決して添加物が入っているお菓子を食べようとなんかしていないわよ。うん、うん、僕たちに添加物は似合わないもんね。そうだそうだ、自由が丘の雰囲気のいい雑貨屋の前をたまたま通りかかってさ、かわいい木製の人形を見つけたんだ。こっちが僕で、こっちが君。かわいいだろ。北欧の感じがあってとってもかわいいね。これを買うために昨日はBランチを諦めてさ。そうなの？それで何を食べたの？ミネラルウォーター一気飲み。うん、自然で素敵だね。究極のオーガニックだろ。昨日のミネラルウォーター以来何も食べてないからお腹が空いたな。そうね、朝から何も食べてないものね。カッテージチーズをふりかけたガーデンサラダを作ってみたんだけれども、これを一緒に食べましょう。これを二人で分けるの？うん、オーガニックのお野菜がなくって、それを買うためには青山のスーパーマーケットに行かなきゃいけないんだけれども、そこが今日はお休みみたいなの。近所にスーパーはあるけれど、そのスーパーで買い物をするくらいだったら、そんな姿を見られるくらいだったら、私全裸で高尾山を登った方がマシよ。そうだね、南青山で有機野菜を買えないなら食べる必要なんてないよね。だからこれは二人で分けましょう。ごちそうさまでした。とっても美味しかったわね。うん、もしお腹が空いていたら、私が作ったプルーンを引き伸ばして乾燥させて、それを粉末にさせたものが冷蔵庫にあるから、それを煎じて飲んでね。ありがとう。でももうお腹いっぱいだよ。そうね。あ、そうだ、今日は庭先にあるハーブを摘みに行かないと。いっぱいなってる。
きたんだけど。へえ。何か隠してる？うん。これは誰かからいただいたもの？うん。まさか自分で買ったんじゃあるまいね。いや、庭に落ちてったんだ。そうね。じゃあこれはいとこのよっちゃんのところに持っていくからあっちに置いておこうっと。味とスープの色の薄い健康的なカップ麺を食べた方がいいと思うわ。そうだね。味とスープの色が薄いカップ麺を食べた方がいいね。うん。お腹が空いているからといってコンビニ行くわけいかないもの。うん。許されるのはナチュラルローソンだけだよね。もしくは成城石井さん。それじゃあ薄味のカップ麺を探しに行きましょうか。うん。薄味を探しに行こう。ノーパンの具合はどう？気持ちいいよ。私もノーパンになろうかしら。ははははは。